立憲民主党法務大臣への不信任案を提出。こうなると会期末に向けて内閣不信任案提出に向けて一直線なのではないでしょうか。はい、こんばんは。参議院議員の乙武俊です。チャンネル登録や高評価コメントでの応援をよろしくお願いします。6月の6日の火曜日にこちら収録しておりますけども、まあ今週もバタバタの1週間ですね。今朝朝一で立憲民主党さんが単独で法務大臣の不信任案を提出をされました。まあ本来であれば今日委員会の採決が行われて明日本会議で可決と、あの入管法の改正案がそういう見込みだったんですけども、この不信任案提出で足止めをされているというような状況です。でこの後ですね、まあ明日粛々とこれは否決されますんで、まあ入管法は今週金曜日には採決されて上がると思いますけども、その他の来週ですね、要は防衛費の財源確保法案、まあ我が党もこれは反対なんですけども、この財源確保案も衆議院の方で、立憲さんは日程闘争やりましたんで、彼らこれから、今日、法務大臣不信任案出して、あと二つ不信任が出せるんですよね。一つが、財務委員会の委員長不信任案。そして、今日出したのは立憲さんの、問責決議案ですね。法務大臣への問責決議案というのを、今日参議院に出してます。あと二つ、立憲さんは、手があります。まず、財務委員会の委員長の不信任決議案。そして、もう一つは、財務大臣への問責決議案ということで、まあこういう手を繰り出してですね、あと2回こう日程闘争ができると、まあ、いうのが今の立憲さんのステータスということになっております。そうなるとですね、来週1週間が2回本会議をで、この不信任案とか問責決議案というのが出されますとですね、基本的にそれを処理しないと、他の法案の審議が他の採決まで進めないというのがこの慣習というかやり方ルールになっておりますので、まあこれを処理したい、対応して否決をしないと次に行かないということなんで、2回分本会議をまあ、なんでしょうか、空回しできるというか、この決定せずに先送りができるんですよね。そうすると、来週1週間が止まってしまいますから、カレンダーを見てみると、まあ、来週月、水、金と3回、本会議を、参議院は立てられるわけですけども、まあ、21日が閉会日とすると、まあ、来週中にはほとんど法案やっつけて、まあ、最後はこう、ぐるぐるっとやって終わる、まあ、いつも通りですね、閉会の設置の手続きやって終了という見込みが大幅に狂ってですね、すべての法案を通そうとすると、会期を何日間か延長せざるを得ないんじゃないかと、まあ、いうような見込みも出ております。そして何よりですね、これだけ不信任案とか、もう問責決議案を連発したんであれば、それはね、その大臣を任命している内閣総理大臣に対しても不信任案を提出しないと道理が通らないでしょっていうことになるわけですよね。私もそれは見てて思いますもん、道理が通らないと。となると、まあ、立憲さんは、こんだけもう問責決議案を、今日法務大臣に出した、来週財務大臣にも出す。そうなったらもう衆議院の方で、内閣不信任案出さざるを得ない。そうなったらこれは解散総選挙のトリガーが引かれるんじゃないか。ということで、まあ、にわかに今週、この永田町では解散風が吹いているというような状況で、ございます。うん。まあ、解散するかとかはわからないですが、まあ、立憲さんは不信任案を出すんでしょう。出さなかったら、この今出している問責決議案の連発というのは、ただ単に時間稼ぎの日程闘争であるということを、自ら、暴露してしまうと。昭和の戦術で足を引っ張りましたということを、自ら証明してしまうので、やるんだったら徹底的にもう不信任案まで出すしかないという、まあ、状況に彼らはなっていると、まあ、いうところで、あります。ただまあ、本当にね、明日もそれ本会議否決して、で、金曜日に先延ばしされてしまったわけですけども、まあ私はこれは前も述べましたけども、まあ不毛な日程闘争で生産性が低いなというふうに思います。もちろん与えられた権利、国会戦術としては合法的にやってることですから、その全てを否定するものではありませんけども、まあこういうね、単なる時間稼ぎの日程闘争に、やっぱり有権者は飽き飽きしてると思いますし、それはやっぱ議論を尽くしたらもう決めて、そして、ね、それを、で、もう法案ができてしまえばまたその法案をね、こう、実際に施行されてから、また改善していく。また何年後かに法改正出していくために、またエビデンスや論拠を積み重ねて建設的に議論していくと。まあいうことがやっぱり野党には求められていると思いますので、うん、まあ今回の立憲さんの対応は残念だし、我々日本維新の会は、まあ今回国民さんといろいろ法案と議員立法もご一緒してますけども、やはりね、中道のね、改革中道政党、そして建設的なこういう、足を引っ張るような遅延戦術、昭和の戦術ではなくて、建設的な対案を出して、生産性を高めていく、健全な野党が必要だと思いますので、そのポジションを目指してですね、今国会の2週間になりますけども、しっかりと議論を重ねてまいりたいと考えておりますので、よろしくご視聴ごめんたすと、チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら。